ようこそおたまらの皆様、ミキタマルです。どんどんチャリミキタが一番、どうもティミキです。さて今回はこちらのジス大宮店で相席潜入してみたー。イエーイ。これから一般の男性と私たちで相席をしようと思います。はい、楽しむぞ楽しむぞイケメンをね、獲得してこのまま、はい、このまま、このまま、いい世界に行きたいと思います。そうだね、頑張ろう、はい、頑張ろう、うん、やっていきましょう。にんにんたまたまごっこチャンネル、チャンネル登録してね。とっておきの見せてあげます。まあ、営業をやらせてもらってるので、はい、きっかけは彼女が欲しい。おー、すごい、出会いを求めてる。出会いを求めてる。本当に出会いを求めて来たんですね。そうなんです。めっちゃイケメンですね。いやいやいや、もうそんなことない。かっこいい。私この髪型してる人好きです。本当ですか？あげてる、あげてる。リュータって言います。リュータさん、リュウセイさんとリュータさん、おー、リュウリュウコンビなんです。煮卵と申します。なんで煮卵かっていうと、小学生の頃からお母さんが毎日煮卵を作ってくれるんですよ。その煮卵が大好きで、煮卵っていう名前になりました。そうなんだ。そうなんです。私はティーミキって言います。ティーミキ、ミキティって言うじゃないですか、よく。ミキティのティーミキです。逆の。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえず乾杯。はい、乾杯。おいしい。イケメンなのになんでこんなところに来てるんだろうって、めっちゃすごい。職場とかで出会いとか全然ありそうな。出会い全くないの。福井に転勤に行ってて、その時彼女とは付き合ってたんですけど、まあ、別れて埼玉に戻ってきて、たまたま同級生のヤギちゃんと飲みに、ヤギちゃん、ヤギちゃん、ヤギちゃん、じゃあリュウちゃんで、リュウちゃんとヤギちゃん、リュウちゃんとヤギちゃんで、で相席あるじゃんって、それで今日来たみたいな。なんかドキドキするね。いや、こういうの初めてだからね。いいじゃん。好きなタイプとか。顔は石原さとみ。ああ、かわいいよね。めっちゃかわいい。うん、目も知られたい。いじられるの好きなんだ。大好き。じゃあいじりますね。じゃあお前バカかよみたいな。どこまで M なんですか？でも多分怒られても、なんか嬉しくなって、会社とかでも怒られるじゃん。怒られるけど、なんか怒られて嬉しくなっちゃうんだ。俺のために叱ってくれてるんだ。すごい嬉しくなっちゃう。じゃあ、ヤギちゃんは。ヤギちゃん。生徒会長系っていうのが、ハキハキしてる。電気系っていうか、太陽系な子がタイプかも。太陽、太陽、太陽系。私ですか？急に振らないで。でも私ぶっちゃけタイプとかなくて、タイプない。もうなんかもう好きって言われたら好きになっちゃうタイプだから。だから好きになってくれた人がタイプ。でもなんかちょっとわかるかもしれない。好きって好意を持たれると好きって思っちゃう心理があるらしくて、だから私その心理が多分すごく強く。強いんだ。好きって言われたら好きになる。誰でも誰でも誰でも。え？結構顔とか関係なく。え、そんなん言ったらみんな来ちゃうよ。みんな来て。え、そしたらどうすんの？みんな来てほしい。みんな来たら誰選ぶの？来ない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 から。私は最近あの変わったんですよ、タイプが。前まではすごいそれこそ S っぽいなんか人が好きだったんですよ、口が悪いとか。今は逆にあの怒ってこない人、めっちゃ優しい人がいいです。なんかうわーって言わなくて。そうそうそう。うん、全くいらない。俺選んだ方がいい。ちょっとニノに似てる。あー、確かにガングロニノみたいな。誰か似てるって言われる方とか。結婚できない男。ドラマですよね。そう。あー、安倍さだお。安倍さだおじゃなくて、安倍博士の。安倍博士の。誰もいっけ、安倍博士って。あのでかい人に。ケルマエロマエの人。あー、お正月の時は安倍博士だった。いやいやいや、濃いね。すごいすごい。濃いね。鈴木亮平とか。あー、確かにこの人が一番似てる、ね、似てるよね。この人俺イケメンだと思うから。イケメンです。イケメン、イケメン。いや、二人ともイケメンでよかったって思います。今日ね、ほんとびっくりした、ね、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構来るんですか、ここは？どっか飲んでて、
からね。彼女さんとかいるんですか。しょう、しゅう、え、しゅん、しゅん。あ、私は四文字。四文字。いや絶対に当たんないよ。あ、そんな感じ？全然違うよ。煮卵っていう。あ、煮卵。わかんないね。煮卵ちゃんと。はい。ちいみきです。よろしくお願いします。私はあの恋愛心理学を中心としたモテテクとか、こうしたら彼女作れるとか。私は、ね、美容師やってて、1年で辞めて、そこから YouTube。25。24。いや、23。え、20。あ、よかった。同い年。私は同い年です。あれ待って待って。私も年齢知らないかも。あれ忘れちゃった。あれ NG。ご飯食べて美味しそうに食べて。ああ。そう、ちっちゃくて。話聞いて笑ってくれること。目を合わせて話聞く。それが一番。じゃあ私たちだね。ショートカット。ミキちゃんの今アレンジしちゃってるけど。私はあの別にタイプとかなくて好きって言ってくれた人が好きです。模範解答。言いづら。私は怒ってこない人。まあ、俳優さんで言ったら杉野陽介くんが好き。頑張ってください。ありがとうございました。そう、最初からやっぱり距離を詰めたいなっていうのがあるから、うん、最初からガンガンで、うん、行きましょう。行きましょう。そうだね。ね。スピード勝負だからね。スピード勝負だから。よし、頑張ろう。頑張ろう。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。リンゴジュースです。関西ですか。京都なんですよ。あ、そうなんですか。お、埼玉。好き。ありがとう。大好き。ごめんな。ずっと東京なんですか。私はもう東京です。私は福岡で生まれて、博多で、ね、そうです、そうです。そうなの。っていうのは嘘です。だよね、さっきと言ってること違うと思った。お名前なんて言うんですか。そうね、なんてお呼びすればいいの。お名前なんて言うんですか。クロちゃんです。クロちゃん。クロちゃん。僕はタクヤ。タクヤ。おい。テミキ、煮卵です。煮卵ですか。よろしくお願いします。あ、仕事は美容関係。美容師。俺はもっと美容師。一緒だ。今は美容室の材料屋さん。材料屋さん。高いやつあるし。あ、いいよ、いいよ、いいよ。あ、いいよね。いいよ、いいよ、いいよと、を使ってます。ちょっと待って。あ、わかんないな、これ。ちょっと下がってた。美容系。そう。あ、そうなんだ。でもめっちゃ髪のセットがうまいから、そうかなって思いました。褒めるの上手だね。いやいやいや。こんな言うでも、お上手ですやん。お上手ですやん。いやいや、全然言わない。めっちゃハンガーっぽくない？めっちゃ目綺麗。ちょっと今本当に照れてましたって。ね。やったね。やっぱあんま言われることないからね。ごめんね。大丈夫。普段はどんな感じなの？あ、でも家で喋らんタイプでしょ？ずっと喋らないかもしれない。それは一人だからってこと？友達やと思う。友達だけど、実はまだ2回目。今日なの？今日なの？いや、違う違う、1回目が濃かったから。友達になろう。友達。リンゴジュースで家。友達になろう。お酒飲まないでも仲良くなれるからね。今何時ですか？よろしい。お母さんに怒られちゃう、帰んないと。うん、そう。顔わからめちゃうから。好きなタイプの。こんな感じ。真面目に答えんだよ。ちゃんとしてないちゃんだけど、お前ちゃんとしてるだろっていう。あ、そっち。お前ちゃんと頭いいだろってやつ。私はそういう好きって言ってくれた人がタイプだから。好き。もうこの後帰るわ俺。タイプか。タイプ。笑顔すぎる。ちょっと笑ってみてもらえる？やんない。あ、じゃあもうこっちで。あ、じゃあ帰ります。バイバイ。今日不調だね。ちょっとね、ちょっとめちゃめちゃ不調。知らんよ、知らないけどね。お疲れ様。あら、ありがとうございました。ありがとうございました。連絡先教えなくていいです。はい、自分の方で調べてください。はい、ということで相席が
終わりました。こんなにね、レベル高いって思わなかった、なんかもうめっちゃこんなにタイプ違う男性が揃ってるって、やっぱ自分の出会いに広がるね、すごい広がるなって思った。久しぶりにこんなに男の人と喋ったから、うん、わかる、めっちゃ体力消耗した。確かに。ということでプライベートでまたね、深いと思います。こよね、はい、会っちゃうかもね。視聴者の方は多分私たちともしかしたら相席をねしてしまうかもしれませんが、のでその時はよろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターのフォローもしてください。てぃみきちゃんの方のチャンネルでも動画が上がってるので、そちらもチェックお願いします。バイセコー、バイバイセコー、バイ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 。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。チョキでした。グーを出した人が勝ち。バイバイ。煮たまごの動画かティーミキの動画を見たと受付で言ってもらうと、なんとこちらのシャンパン1本分もしくはこちらのワイン1本分をまるまるプレゼントしちゃいます。すごい、すごいよね。まるまる1本くれるの？もう来てこの動画を見ましたっていうだけでこの1本まるまるプレゼントなので、はい、ぜひ皆さん来てください。来てください。That's love and love.